行け、ドコンの勇者たちよ。おお、ようやく現れおったか。いつぞやの決戦の時のように蹴散らしてくれるわ。いけるか。当然だ。これだけの戦力があればシルクがいなくともな。ったく、小僧に面倒かけさせたくないだけだろ。素直じゃねえな、じいさん。うっさいわ、ほっとけ。4号師団は全出力を障壁の維持に投入せよ。6号師団はホムス軍の負傷者を支援せよ。こいつはいい、ハイエンターとも生っちろいやつばかりだが役に立つじゃないか。あのバカ者がむやみやたらと突っ込みおって。今のところは我々が優勢と見てよいかな。はい、このまま戦況が推移すれば我が軍の大勝利に間違いはありません。まだ早いよ、そう思い込むのはね。敵はまだ戦力を隠している。殿下、敵増援、上空より接近。顔つきの部隊です。1から3号師だ。ホムス部隊を支援しつつ顔つきを包囲せよ。殿下、それでは殿下の直営が。前衛が崩壊したら結局は戦うことになる。幽閉となるよりマシだ。急げ。ザコがいつまでも気分出してんじゃねえよ。どこの誰かは知らねえが、悪く思うなよ。花から決まってんだよ、こうなるってな。ふん、意外と使いこなしてるじゃない。ちょっと嬉しくなっちゃうかも。でもまだまだこんなものじゃないわ。この子たちの本当の力は。貴様ら、後ろから耳っちい戦い方しやがって。この俺が少年を叩き直してくれるわ。